高専学園中学校、高等学校は、東京都中野区中央2丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校。高等学校において、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した生徒の間において、第1学年から混合して、クラスを編成する併設型中高一貫校。 全身の中野高等女学校時代から女子校であったが2007年に中学、高等学校を教学として教学部理数インターを設置、従来の女子校を女子部として2部門併設という珍しい部分とも学校となった。女子部は2010年に中学を廃止し、現在は高等学校のみに存在する。なお、女子部と教学部の交流は全くないわけではなく、 共通の部活を通じて交流することがある。また、女子部には2014年度から進学コースと保育コースの2つが設置されている。前身の中野高等女学校時代から女子校であったが21世紀型の世界水準の教育を目指し2007年に新たに教学部を設置し、理数インターと名付けた。理数インターの理数とは理数化という意味ではなく、 理数的思考力のことであり、自分自身の中で、あるいは相手に対して物事を論理的に考え伝えることのできる能力のことである。国際社会に求められる必須の力である。学内には特待コースがある。また、南韓大学への合格を目指した教育を行っており、毎年南韓大学へ学年の3分の2以上の合格者を出している。新教科として、 2016年より、中学生のみ、理数インターを行っている。週に1時間、教科書にはない学びをして自由な思考力や発想力を培うことで、一方向ではない自主的な学びを行っている。また、新しい大学入試に対応する力を養っている。高等学校女子部部活動の一部が、理数インター及び女子部、合同で行っている。ありがとうございます。